ニュースです。撮り鉄伊勢オスナ1日限りの列車巡り複数駅で罵声。国鉄時代を再現したリバイバル急行和州が2022年9月4日に1日限りで復活し、多数の鉄道ファンが兵庫県姫路市内の JR 姫路駅などに殺到した。一部のファンが互いに罵声を浴びせる、駅員の注意を無視して撮り続けるなどの騒ぎがあったとツイッターで報告が上がった。 JR 西日本は大きなトラブルはなかったが、ルールは守っていただきたいと話した。列車の運行に影響はなかったとしている。